久々の高円寺ですよ。今ジム終わりですかね。そうね、最後じゃないの。まあ一区切りのジムが終わりました、うん、はい、ということでもう第1回もね、そうね、体重に戻ってるということで、はい、ご褒美としてね。そう、ご褒美だね。どこ行きます。でもせっかくなんでやっぱいろいろ初心に戻るというのもありで天一行きましょう。うわ好きやな、ほんまに。素晴らしい、うまいからね。やっぱミッドナイト TV。 そっか、第1回天一だもんね。第1回も天一だし、第1回の体重に戻って天一ね。で減量前も、そうだ、減量前も天一ってこと。断るごとの天一、要所で入れてる、要所要所の天一。いいっすね、最高じゃん、最高じゃん、ね、うわ腹減ってきたぜ。お急なテンションなんや。食米食いてんだよな、ほんと。あ、そうか、ね、でも食ってたけどな、言うて別に米食ってたよ、ラーメン屋で。ラーメン屋の米はもう天一はなんやねん。天一はもう天一やん。天一は確かに天一。まあじゃあ天一食って、そうね、その後みんなで寿司食って、うわハンバーガー食って、うわ出た出た、寿司バトル、黄金のサンセット行きましょう。バトル機だこれ。入店、入店。何度取ったかこの外観。そう、ね、真ん中に創業者の木村さんもね、肩見てて、正しい努力、そう、正しい努力しましたか。正しい努力優勝の結果ですよね、本当に。じゃあ吸いましょう。何やっぱ豚トロチャーシュー食いたいんで、僕は味付けに卵、豚トロチャーシュー。見た目がいいね。しかもいいよね、うん、とライス。ああ、行きたい、やめない、シンプルにいきますから。何食うの。俺は豚キムチ定食で。あ、豚キムチもいいね。熱いですね。行きたい時あんねんな、やっぱな。で、チャルさんはラーメン、こってりと味重ねとライス、こってり味重ね&ライス。何それ。2杯食い、2杯食いでしょ。マジとライス、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 ライスやっぱ必要だから。うわ、もう行ってみましょう。すごくない、一番そんなやる人じゃないのに、ね、行ってみましょう。うわ好きでしょ、こってり重ねるでしょ、味重ねってちょっと言われちゃったから。両方行ったってこと、そのままサイレントサイレンに言われちゃったから。サイに言われちゃった。サイって言うの、ほんまに。確か言うよね。そうなん、たぶん言うと、すごい沖縄っぽいねんけど、開催に前チュートリアルだったね。前チュートリアルだったな。そろそろするただ好きということを伝えるのみよ。好きで食ってるだけだから。好きで飯食ってる。カメラ持ってたんやけど、本当に腕が上がらなくて、こうちゃんがなんか生き生きとしてたから。今日生き生きとしてたよね、今日。すごく生き生きとして、嬉しかったかな。ああ、減ってたからね、うん、確かに。すずるもすごいけど、こうちゃんもすごいよ。確かによくやったよ、それよく管理してくれてるな。こんな最初の頃はな、クズ人間は、ね、クズ人間最初の頃。ここはもう変わらずよ。我慢できず食べてしまいましたもんね。もう一緒やったの最初。確かに俺だったらできない。いや、管理されたらできないでしょ。いや絶対できない。俺我慢したことないから、食べ物は。ああ、それはね、食べ物で太るっていう経験をしてないから。確かに、やっぱ3歳だっけ、まれに我慢を覚えさせないと一生我慢できない子になるみたいな。そんなことあんの。うん、教育であるんで、3歳か5歳か忘れたけど。幼少期のそういうの大事だから。そう、わがままな子になっちゃう。これだからして、もうわがままな体に、わがままボディになりそう。わがままボディになってる。そういうことね、そっちに移行していった。セスル味がさね、食ったことないんだ。結局味がさね、俺食ったもんな、ないんだ。本当に鍋の締めみたいな味なんだよ。ああ、いいよね、こういうのがね、来るんですよね、うん、重ねていくからね。そう、しかもさ、おろしニンニクじゃん。そうやね、めっちゃいいじゃん。そう、だから誰かこれ頼んでくれたら入れれんのに。確かにおろしニンニク天地に入れれんのすげえいいな。あ、ニンニク薬味じゃなく、やっぱさ、ただのおろしニンニク入れたい時もあるね。これは揚げネギ。ネギか、ネギだよ。うまそうじゃん。うまそう、揚げネギ入れて。うわ、普通の方にも入れたい。全部普通の方に入れたいやつ。そう、お先豚キムチで。いいな、豚キムチ。いい、ね、豚キムチだけでいっちゃう。まずね、まずね、いっちゃう。はい、トントロチャーシュー麺、はい、全部きました。はい、いただきます。結構長かったな。あ、うまっ。ちょうどええねんな、この辛さも。そう、辛いのダメだけど食える。うん、そうやねん。これ何してんの。これすごいな、でもこうやって見ると相当すごいな。な、相当ですね。重ねに重ねてるからね。先いただいちゃいますね。いっちゃってください。うわ、うまっ。こういう時点しかもちょっと格別やね。あ、その感じあるよ、麺長い。熱かったな、うん、うまっ。うまいです、絶対。あ、あ、いってるいってる。超楽しみ。少な。取った量よりなんか少ない今。うめ、ん、ああ、うまっ。うまっ、これめっちゃうまいね。うまいな。うまっ。ああ、全然違う。全然違う。そ、麺もね、ちょっと太いんですよ、味方の。あ、そうだ、ほんとね、ちょっと違う。めっちゃいい匂いするんだけど、それ食った瞬間風味が溢れ出してきたよ。溢れちゃう、ビーンラブ、ほんとに懐かしい。食べていこう。
なんか言うてるまた何も言うてないからね。何も言ってないから。味を重ねることによって私どうなるのか。うん、どう、いや重ねるでしょう、言ってるこのまま重ねるでしょう。それはニンニクもらおう。ちょっとあ、いやニンニクよっそ。結構入れたぞ。結構入れたね。めちゃくちゃうまい。ニンニク無駄にペプシコーラ飲もうかな。ラーメンの直後のコーラってうまいと思う。いや絶対うまいっしょ。あんま飲まんもんなするわな。そうね、バチボコにうまいっしょ。バチボコにうまいやんな絶対な。それラーメンに一番合う飲み物な。普通にウーロン茶、普通にウーロン茶、普通で飲むよりうまい。スッキリ感がなんか別次元。あーやばい会話してんな。カルピスソーダ、人間カルピス好きだよ。いいよね。腸内環境どうなってる。腸内環境すごいことだから。カルピス菌が、カルピス菌がすごいから体に。そろそろ自分で作れるんじゃね。カルピス菌な。体内体が作り方覚えて。ニンニクを入れたね。すするも入れました。遅すぎ遅すぎ。めっちゃいい匂いだね。なんかニンニクのパンチがとかじゃなくてクッってなるよ ね全体が。そこ上げがされるね。そう、味重ねしてんな。味重ねするために味重ね頼むのええな、これ。そのためだから。なるほど。あ、なるほどね。うわすごいわそれ、汲み取れなかった。いつも後半黙々と食うよな。うん、なんかパンクリって黙りがちかも。ラオタとかとさ、その一緒にいただいてどのぐらい喋る。こういうテーブル席とか。テーブル席やったら全然喋る。ほんと、うん、どんなこと喋るの。あの店のあの限定食いました。あやっぱその会話ないよ。そういう話してる。どこのオタ界隈もじゃあ変わらんのある。多分どこの会話も一緒だと思う。どう、あベリオタ仲間どうか。中1の時とかは、中1中2の時はコテハン持ってたから。久しぶりに行けたコテハン。マジか。そこの界隈の人とは結構。中学生で。中学生で。すごいな。みんな中学生で。15年前ぐらい。そう。黎明期でしょ。ね、そうそうそう。まだフラッシュとかの時代。フラッシュが、そう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 。少なかった。足りなかった。ちょっと少ない。ほら。ほら。これがもう正解なんじゃない。それが正解なんじゃない。マジかよ。食べたね。チャールさんいけたな全部。全部いけ。まあ米は手伝ってもらいました。まあまあ米はちょっとやばかったけど、にしてもこれはねいいと思う。全然いけるね。で、マジ拡大してると思うよ。うん、拡張された。拡張、拡張されてるでしょ。意外とまだいけるかな。クツコされてる。どこ拡張してる。意外とまだいける。まだいける。ちょっとこの後甘いもんで。あ、そう、甘いもんとかなら全然いける。これがすするか。そうなんだよね。当時のね、うん、うわこれかー。これなんだよね。いや甘いもんやったら別に分かるけど、松屋とかやろ。あ、もう食ってた。あ、夜だけね。それ、あ、一旦ちょっと空いてる。一旦時間出て。あ、全然。でも夜多分松屋食うね。食えるでしょ。俺たちアーモンドだよね。うわー、手のひら乗るくらい。いやでも甘いもん食いたいな。甘いもんいいね。なんかある。クレープ。うおー、クレープ食いてうわーってやったよ。あんな勝ち時ある。すごい勝ち時。5、60人のもう。出てたで、ね、今。